うにゃー、今日もご主人様はキッチンから出てこない。いつ寝ているのか。なんか寂しい。ご主人様、いっぱい悩んでるのに。ショコラはいっぱい手伝ってる。すっかり仕事に慣れて、今はいっぱい働いてる。うん。頼まれた下準備をしたり、洗い物をしたり、もちろんお客さんも案内したり。ショコラ、いっぱい頑張ってるよ。偉い。でも、どうすればご主人様のケーキがもっと美味しくなるかなんて、わからにゃいよ。ご主人様のために何かしたい。何かしたい。もう落ち着いて、ショコラ。落ち着いたら何かできる？こら、大声を出すな。店まで聞こえちまうぞ。あ、ん？ココちゃん、何かあった？あ、鬼だったの？ナッツのアホがサボってやがったんだ。本当？おかしい。ココちゃん、いっつも出前に行ってるし、お店にいるときはお掃除とか洗い物とか。いつも働いてる。出前のときに、とか？それはないと思う。行き先を考えると、いつも最速に近い。だよね。いつもいつも頑張ってるよね。間違いない。そうだよ。いつもいつも頑張ってんだよ。ふにゃ？ああ、なるほど。理解。おかしいだろ？全員同じだけ休憩を取るようにシフトを組んでるのに。確かに、サボってたね。ナッツのやつ、休憩したふりして働いてたんだ。言われてみると、休憩室でココナッツを見たことがない。あ、そういえば！休憩するのも仕事のうちだぞ。無理して働いて体調を崩したらどうすんだ？ごめんなさい。組んだシフトで店が回るかどうかも私が把握しないといけねえんだ。お前が無理して回してて、いざって時にいなかったら店はどうなるんだ？代わりを入れて回るはずのシフトで実は店が回らないって事態になっちまうんだぞ。店のため、歌唱のため、頑張りたいって気持ちはわかるけどよ。僕のせいだから。何？僕がクリスマスパーティーをまたやりたいなんて言ったから。そいつはきっかけだろ？いつかは向き合わなきゃいけなかったんだ。そう思う。歌唱がこの道を進むのなら、避けては通れねえだろ。大丈夫だよ、ココちゃん。ショコラ、ご主人様はきっと美味しいケーキを作ってくれるよ。だってご主人様だもん。ご主人様のお父様にいつかうまいって言わせてみせるって、そう言ってたから大丈夫だよ。ショコラ、信じてる。ショコラもご主人様のこと信じてる。もちろんやっぱりご主人様のために何かしたいんだよ。でも無理したらかえって迷惑かけちゃうかもよ。そうだよね。ごめんなさい。
ら、えらいえらい。ふにゃ？な、なに？バニラ。ふん、ショコバニのくせに、いっちょ前なこと言いやがって。まあ、言いたいことは言われちまったから、お説教はもういいや。ナッツ、出前に行って冷えただろ？あったかい紅茶でも飲むか？ありがとう、お姉ちゃん。飲むなら自分で用意しろよ。入れてくれる流れじゃなかった？ショコラが入れてあげるね。ありがとう、ショコラ。二人の仲まで気遣った？ん？何のことだ？それにしても、カショウはキッチンから出てこねえな。ちゃんとケーキは作ってるから店は問題ねえけど、あいつこそ休憩を取らねえといけねえんじゃねえか？おめえらのシフトは私が組んでるけど、カショウは言うことを聞かねえからな。何かできないかな？お兄ちゃん。猫パラ。カショウ？ゲームデータをセーブしますか？ドキドキ。レジが合わなかったわ。あずきは細かいこと気にすんなって言ってたけど。気になって私たちで数え直してたんです。1円。あら、よくわかったわね。レジ台の下に落ちてたんですよ。めいちゃん、一度やりだすと絶対に最後まで諦めないタイプですから。床に這いつくばってでも見つけないと帰れないと思いまして。他の猫たちは帰ったんだし、シナモンも先に帰っていいって言ったでしょうね。レジを一番触っているのはカウンターにいる私でしょ。合わないなんて恥だわ。でも他の子もレジをやることはありますし、めいちゃんも休憩中とか。分かってるけど。ところでカショウは帰らないの？明日の朝も早いでしょ。部屋に戻って休んだ方がいいんじゃなくて？そういうわけではなく、報告のついでよ。ついで。新作ケーキは順調ですか？順調だったらこんな時間までこもってないでしょ。いただくわね。わーい、約束です。
独特な味といいますか。迷っていることは伝わってくるわよ。私だって泣けてくるわよ。もっと自分には何かできるって思ってた。私は歌唱に気持ちを救ってもらったから、だから今度は自分の番だと思って。それなのに結局何もできなくて、自分が情けなくて泣けてくるわよ。でも泣いてたらどうにかなるわけ？そりゃ、でも悲しいもの、悲しいよ。わかってるわよ。悲しいって気持ちは消えないわ。自分への失望も、今までやってきたことへの後悔も、力不足に対する憤怒も、全部受け止めて、まだ頑張るしかないでしょ！それは…泣いてたって、美味しいケーキは作れないもの。今の歌唱に必要なのは、心の余裕じゃないかしら。いつもの歌唱なら、私の励ましの言葉に笑いながら、ありがとう、頑張るよって返したと思うわ。ああ、そうですね。いつもの歌唱さんなら。だから、あんたには心の余裕がなくなっている、と教えてあげたのよ。ストレス発散できることはないでしょうか？息抜きみたいな。温泉旅行はちょっと前に行ったわね。そうですよね。
何かないかしら。息抜き、短時間でできるような歌うとか。いいわね、音楽は癒されるわ。そうですか。じゃあ美味しいものを食べるとか。余計に悩んじゃいそうよね。もう寝たら。それですよ。心が弱っているときは寝るのが一番じゃないでしょうか。お風呂にゆっくり浸かるとリラックスできますよ。まあ、歌唱だってバカじゃないんだから、いろいろ自分で試してるわよね。私たちは歌唱一人じゃ試せないことを考えるべきじゃないかしら。なるほど。私たちにしかできないことがきっとあるよね。あ、マッサージなんていいんじゃない。あ、いいね。体がほぐされたらきっと心もほぐれてぐっすり寝られます。